ミタンニ王国の地図。この範囲はパルシャタタールの地世の間に到達したと思われる。パルシャタタールは古代メソポタミア、ミタンニの王。パルシャタタールは紀元前15世紀のミタンニの王。パルシャタタールの記録は非常に少なく、ミタンニ王国、特にその初期の歴史や王についての情報は、周外の記録から得たものである。王の年代はミタンニや他の国家、 特に古代エジプトの年表と比較して、その数字を逆算することで推論できる。アララ派のイドリミの伝記にある記述によると、パルシャタタールはこの地域を征服、進化としたイドリミは、アレッポの王となった。パルシャタタールの時代は、おそらく東のアーラッパ、南のテルカ、西のキズワトナまで勢力を拡大していたと思われる。パルシャタタールは、エジプトのファラオと止めす一世の知性初期に、 ユーフラテス川で出会った、ミタンニの王である可能性がある。パルシャタタールの死についての情報は、おそらく紀元前1420年頃のパルシャタタール、王の死の記録にあるヌジの記録に記載されている。ファンデミロプ、マーク、A History of the Incentia East C3000 から 323BC、モールデン、MA、USA、ブラックウェール・パブリッシング。 p150 isbn 978から1から405149112ファンデミロップ150ブライストレバーザ・キングダム・オブ・ザ・ヒタイツオックスフォード・ユニバーシティ p126 isbn 978からレから19から92万4010から4ファンデミロップ152ファンデミロップ151ブライス125ハット グロッシュ、カッタズイナ、ザ、アーカイブオブザウルファミリー、ユニバーシティオブコペンハーゲン、ミュージアムタスキアレナムプレス、P11、ISBN 978から8772890401。ありがとうございます。